はい、久しぶりにドリームキャストに帰ってきました。そうですね、見てわかる方はもうドリームキャスト2といったところで、そうです、レーシングコントローラーですよ。もちろん発売はセガですね。セガエンタープライゼズということで、この時代はね、まだまだこうハードプラットフォーマーが自らね周辺機器を出す、特にセガは積極的に自ら出してましたよ。やっぱりこうアーケードね、アーケード出身なんで、そういったこういった周辺機器自ら開発してましたね。あとやっぱりね、コントローラーポートも汎用性がなくて、それぞれねハードごとに異なってましたんで、やはり専用のね周辺機器になってます。まあこんな感じのでかいパッケージなんですけど、まあハンコンが入ってますんでね、やっぱり大きな箱になってます。 HKT7400 というのが型番になっています。ちょっとねスペック見ていきたいんですけども、まあレーシングコントローラーというのが商品名、開発販売がセガですね。発売日が1999年1月の28日、価格が5800円ということでね、まあ今のねハンコンと比べると随分とリーズナブルな時代になっています。まあいわゆる今の結構本格的ですからね、まあ簡易的なレーシングコントローラーと思っていいと思います。でこちらね、箱から出すとこんな感じですよ。まあオレンジのボタンがねドリームキャストを彷彿させるといったところでしょうか。 A ボタン、 B ボタンとね、あとプラスマイナスボタンというのがついてます。そしてスタートボタンですね。これらはデジタル入力になってますね。そしてステアリングがね、まあアナログということになってますけど。でね、あんまりこうハンドルね、切れませんね。90度までいかない感じがします。あとね、ここにね、ビジュアルメモリーのスロットがついてます。ちょっとハンドルがあんまり切れないのがね、残念だなというのが、個人的な意見ですね。まああとはね、純正ということでかなりこうしっくりときたデザインになってんじゃないかなと思うんですけど、まあ若干ハンコンとしてはどうだろうな、角度がなんか個人的には気になるなって気はしますね。でビジュアルメモリー、ここにねサクッと入ります。ビジュアルメモリーじゃなくても特にいいんですけど、まあスロットが1個ついてるといった感じですね。ではちょっとね、電源をオンにしてみますんで、このビジュアルメモリーがね、このように今起動してきましたけど、まだね、ドリームキャストのロゴなんで、ソフトが起動してません。なので、ここのね、液晶画面にはまだ映らないと思いますけど、もう少しすると入っているソフトをね、もしビジュアルメモリーに対応していれば、画面が表示されると思います。あ、来ましたね。セガラリーと来ましたよ。まあ、この頃ね、ちっちゃい小型コンピューター流行ってましたんでね。で、こちら裏側から見たレーシングコントローラーになります。アナログのね、LR ボタンがあります。こちらアナログになっています。そして、ちょっと埃がありますね。はたいたはずなんですけど。で、ここにね、一つ本体に向かうケーブルと、もう一つ使われていない謎のポートがありますね。おそらくこう、フットブレーキとかアクセルにつながる予定だったのかもしれませんが、今のところリリースされてませんね。そしたら、電源をオン。まずは一本目。モナコグランプリというやつですね。UBI ソフトからリリースされたものになりますけど、プレイするのはね、初めてなんですよね。なので、全く初見になります。あ、UBI ですね。で、これね、このソフト次第だと思うんですけど、このモナコグランプリは、ドリームキャスト本体のポート1には普通のね
標準でついてくるドリームキャストのコントローラーをセットすると。で、まあ、いわゆる痛恨の場所にですね、今回のレーシングコントローラーのね、コネクタを挿しておくという、まあ、決まっちゃってるんですよね。で、通常は、あの、ドリームキャスト標準のコントローラーで、カーソルの移動とかね、やって、最後、レース部分はレーシングコントローラーという風に、二刀流にしないとね、動かないそうです。ただ、ソフトによっては、レーシングコントローラーだけでこうメニューを操作できたりもしますんで、その辺はね、取説次第といった感じみたいですね。なんて喋ってるうちに、そろそろ始められそうですね。はい、モナコグランプリ。レーシングシミュレーション2ということですね。1があったんでしょうか。まあ、とりあえずビジュアルメモリーはね、刺さってるよということで、セーブしましたと。ではね、ちょっとね、プレイ しましょう。なんかね、なんだろう、ゲームプレイしていない状態でこのハンドル握ってみましたけど、ちょっとね、といった感想なんですよね。まあ、ゲームになった時にどういった状況になるんでしょうかといった感じですけど、まず90度まではあんまり曲がらないと。80度ぐらいで終わっちゃうんですよ、片方ね。で、左右、そうだな、160度ぐらいまでしか動かないという感じがしますが、果たして操作性はどうなんでしょうか。落ち。さあ、緊張するな。待てよ、どれでスタートだっけな。 A ボタンか。違う。違え。あ、後ろのボタンですね。R ボタン。ちょっと思い通りに動かないな。思い通りは、思い通りに動かない。初めてすぎてちょっと。まあ、道走ればいいだけなんですけど、どのくらいひねったら曲がるのかがちょっとね、まだわからないです。わあ、ドア。これバックギアとかないのか。バックギア、これ違う、カメラか。バックギア、バックギアないな。バックできないの。カメラしかない。普通に突っ込むか。ちげえ。あ、曲げればいいのか。ハンドル切って無理やり出てくと。昔ながらの方法ですね。さあ、戦線復帰。っていうか、ライバルいねえ。ライバルいなくなっちゃったよ。まあ、ちょっとね、どうだ、これ。思ったよりも、曲がらないな。思うように曲がってくれない。ゲームソフト側の問題なのか、ハンコンの問題なのかよくわからないんですが、快適かっていうと、って、ぶつかっちゃうな。初めてだからっていうのもあるのかもしれないけど、だいぶもう誰もいないもんな。少しぶつからずに走ってみたいですね。はい。だ。あれ、こんなとこ来たっけ。いやー、難しいな。なんかね、ハンドルがね、きしむというか重たいというか、こんなに重かったかったっけーってみたいな。なんだここ、池、なんだ青いのは。湖に起こったかと思ったが違います。さあ、戦線復帰。誰もいませんが、これどうだろうな。慣れが必要なのは分かりますけど、難しいな。コントローラーの方が普通に走れた感じがするんですけどね。どのくらいでどのくらいの角度で切っていいかがよくわからないという。ちょっとね、違うゲームにしてみよう。ゲームの違いかもしれないのでね、腕の問題が一番でかいんだけど、もしかしたらこうゲームソフトでね、操作感覚が違うんじゃないかということで、今回は
今度はセガラリーですね。セガラリー、こちらもレーシングホイール対応ソフトになってますんで、でこのねセガラリーはですね、ワンコンにこのレーシングコントローラーつないでも OK ですね。アーケード、アーケードでいいか。一番上にあるからね、とりあえずこれをやってほしいと。これはほらハンドルでね、カーソルが移動します。ちゃんとハンドルでね車種も選ぶことができます。名前か、名前がいつも困るんだが、今ねちょっと長い時間打ってらんないんで、どうしよう、 Z でいいだろう、行き過ぎた。はい、 Z エンド、早く走りたい。デザート、セガラリー2デザート。よし、ラリーだからライバル車はいないのかな。スタート、早い。うわ、もう曲がったか、突っ込んじまった。やっぱりなんか難しいな、バックやっぱりない、バックないの、強引に出るしかないか。あれか、ライバルがいない代わりにタイムがあるな。31、どっかのチェックポイントあと30秒以内に入んなきゃいけないってことか。これはまずいな。カーブか、しまった、ボタン間違った一瞬なんか出てきた。もう曲がらねえ、すげえなんか大回りして回ってきたな。なんかハンコンに振り回されてる感じがする。よっしゃ、なんとか曲がれたか。ドリフトぶつかった。いやー難しいな、もうちょっとなんかこう一体感があったような気がしたんだけど、ほんの、あータイムアップ、終わってしまった。マジか、あと一回やりたい気もするんだけどな。あと一回チャレンジしてもいい。やっぱ慣れないとね。純正の割にはちょっと、どうなんだって感じがするな。では、ちょっとコース変えちゃおうか。ここにしよう。マウンテン。マウンテンなんて。車どうしようかな。カローラ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 なんだ。再びゼータで、スタート。ちょっと眠くなってきましたねポケモンスリープの効果がなかなか出てこない。眠い、居眠り運転しないようにします。ではスタート。あれ、ボタンどれだ、走んな、こっちか、プラスボタンだ早速カーブだー、すげえわこれ、観客巻き込んじゃいそう。うん、怖え。やっぱちょっとハンドルがね90度も曲がらないのがね若干こう不満かな。だからキュッキュなんか回転しちゃう。オーノーって言われてばっかりですね。カローラ WRC ドライバー Z。危ね、落ちるかと思ったけど落ちなかった。ちゃんと壁があるんでしょうか。さあ、コーナーリング。ぶつかってるやん。まあ確かにね、ハンドル使うことによって臨場感は増してると思いますけど、
やっぱ上手くなりたいですよね、こういうのをね。なんか擦っちゃうな、擦っちゃう。タイムイズアップということでね、終わってしまいましたけども、まあこんな感じでね、純正品のレーシングコントローラーがね、ドリームキャストに出てましたが、操作系はね、ちょっとまあ腕の問題もあるかもしれないけども、それを差し引いても、こうもうちょっとね、お金出してもいいから、いいやつがいいかなと思いますね。といった感じで、まあね、今からこう揃える人ってあんまりいないかもしれませんけども、こういったね、イニシエの、まあドリームキャスト周辺機器があったということなんですよね。まあ近年はもうほんとね、違ったメーカーから、周辺機器メーカーからいいハンコンが、ハンコンじゃない、ハンコンか。レーシングコントローラーがね、出てますんで。まあそういった意味ではね、廉価版コントローラーがなくなっちゃったのはね、ちょっと辛いところでもありますね。まあみんな数万円するという周辺機器なんで、ちょっとね、なかなかこう、やってみたいなと思っても試せない状況があるのかなと思います。まあ純正コントローラーってのはね、ロマンがありますんで、まあちょっとね、このコントローラー、壊れやすいっていう評判もね、どっかで聞いたんですけど、まあ幸いにね、これ壊れてはないんですけど、やっぱこうあんまり動かなくて、向きにこうハンドル切ると、すぐにね、限界値に達しちゃうんですよね。だからあんまり向きにならないようにやんなきゃいけないというね、恐る恐るハンドルを握ってました。といった感じでしょうかね。ドリームキャスト用レーシングコントローラーでした。ではまた。